オンライン服薬指導。では実際に活用事例を見ていきましょう。子供が小さいからなかなか外出するのが難しくって、連れて行って子供に病気をうつしたくもないし、なかなか外出するのが難しい方に対して便利にご利用いただけます。またご自宅から服薬指導を受けられるため感染症対策にもなります。詳しくは東京都オンライン服薬で検索。